はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は練習が達人を作るという話をしていこうと思います。まあなんかね、なんて言うんでしょうね、練習を一生懸命頑張れば、どんなに才能とか経験を積んでる人であったとしても、コンスタントに成果を上げていくには、やっぱり練習が重要だと、練習を積んでいくことが重要だっていう、まあそういうお話になっていきます。だから、言い訳できないよっていうね、ある種、まあ、ちょっと怖い話でもありますし、逆に言うと、なんか周りで才能あふれる人たちを見て嫉妬しているような方々からすれば、あ、自分もちゃんと訓練を積めば、練習をすれば、スタートラインは確かに違ったとしても、たどり着くゴールは、奴らを追い越すことができるんだっていう自信につながる、そんなお話になっていくかと思います。で、まあ、これをご覧いただくとね、練習っていうのは実は経験や才能やスキル以上に勝るものであるということなんですけれども、まあ今日若干ね、こう、作りながら思ったのは硬い話になっちゃうなっていう気はするんですよね。で、まあまあまあ入っていくと、現代技術の発達に関しては、IT を中心に、まあ、技術革新っていうのがどんどん進んでいる時代ですよね。まあある意味、ツールに関しては、まあ、どれを使ったとしても、なんか、差がつくことっていうのは少なくなってきたんですよね。一方で、使いこなす人間の能力が求められるようになってきたなっていうのも明らかなところだと思うんですよ。まあ、とあるグループウェアとかね、とあるシステムとかっていうのを作っていて、使っていたとしても、なんか、ね、トータルで10個使えるシステムを使ってたとしても、ある人は2つしか使えません。ある人は8個使いこなせてますっていうね、同じシステムなのに2個と8個の差があるっていうのは、これはそのシステムの差ではなくて人間の能力の差って言えるんだと思うんですよね。で、知識っていうのはネット上に溢れているんで、誰でも同じような情報を取得することができるようになったんですけど、同じ情報を持っていたとしても、それをうまく使いこなして、独自のアイデアを生み出したりとか、あるいはその人にしかできない力を発揮することができるのかどうかっていうのは、その人の能力次第だっていうことなんですね。で、この能力っていうのは、もともと持ち合わせているものじゃなくって、練習を積むことによって培われているっていうことを今日言いたい話なんですよね。で、有能な人材の確保っていうと、まあ、ベンチャー企業とかね、中小企業っていうのは、そもそも人材の確保っていうのは困難なんですよ。そもそもネームバリューがないですし、どうしても大手企業と同じような広告を打って、リクナビとかマイナビっていうところで人材確保しようと思って求人出したとしても、やっぱ年間何百万ってコストが、大手企業からするともう屁のカッパかもしれないですけど、やっぱりもう、なんか、営業利益とか、の何パーセントに当たるような額を使うことって、まあ、中小ベンチャーではできないんですよね。だから、チャンスを使うなら、まず大手とかね、それから、まあ、もしくは自身で起業して経営をするっていうような、まあ、有能な社員だったとしたら、しちゃうわけなんですよ。だから、普通の中小企業が人材確保するっていうのは、まあ、まずできないっていう話なんですね。だから普通の会社に残された道としては、もう自社で人を育てることっていうね、使い古された人材育成ということで、まあ、自社で、育てるっていうのはまあ難しい問題なんですよね。よく言われる OJT とか研修っていうのを施しても、結局は本人のやる気次第っていうところで片付けられちゃうケースっていうのも非常に多いわけなんですよね。だから有能じゃない人材を確保してきたとて、どうやったらいいのかなっていうところが、もうどの中小企業でもベンチャーでも悩みどころではあると思うんですよ。ね、あるいは、まあ、入社したてのコロはね、ことじゃないですね。コロは新しいことを覚えるたんびに、その人本人は成長を感じることができたんですけど、残念ながら中堅社員にもなってくると、成長を感じることができにくくなってしまって、なんかもう毎年、毎日、毎週、もう同じことの繰り返しだなーってマンネリ感で仕事が嫌になってきて、もうそろそろ辞めますとか、あるいはもうなんか一生懸命頑張らずに、もう惰性で仕事をしちゃうっていうようなことにつながっちゃうということなんですね。で、そうならないように、やっぱりプロフェッショナルとしてお客様とか自分の所属している会社とか家族とかっていうのを皆さんを幸せにしていくためには究極の鍛錬が必要なんだっていう話なんですよ。今日も鍛錬とかね、究極って言葉の時点でなんかちょっと若干硬い気がするんですけど、まあ人が育っていくために、自分が成長するためには練習することが何よりも大事なんですってっていうことを説いた本っていうのがあるんですね。それのタイトルが究極の鍛錬っていう本なんですけど、ここにどんなことが書かれていたかっていうと、能力を向上させていくためには経験を積むっていうことでもないし、もともと才能がある人間のことを抜擢することでもなくって、もう練習を積むことにあるというふうに書かれているんですね。で、書籍の中身を一部抜粋をしていくと、卓越した能力は経験によって生まれないと。
長年取り組んでいることで大した業績も上げず、経験だけは豊富な人っていうのが周囲にはいることもあるし、それから多くの分野で何年も携わっている割には能力が全然上がっていないっていう人もいるよねと。だから時間だけはかけてるけど、なんか全然成績うだつ上がんないし、新しく入ってきたやつにどんどん追い抜かれてってる人もいれば、なんかあなた5年前と比べて何が新しくできるようになったのっていう人もいるから、結局は経験積んだからどうにかなるとか、才能持ってるからどうにかなるっていう単純な話じゃないですよっていうことなんですね。まあ、実例としてアメリカンフットボール史上最高の選手の一人にジェリー・ライスさんっていう方がいるそうなんですが、まあ、卓越した選手なんですけれども、そうなることができた理由っていうのをまあ分析した結果ですね、まあ、3つ大きくあったと。で、実戦ではなくて練習をまあ多く行ったってわけなんですね。試合に費やした時間と比べて練習に費やした時間っていうのは100倍以上あったと。それから特定の課題を解決するために特別な練習を行うと。そして3つ目につまらなさに耐える。でそれぞれ一体何なのかっていうのをこれからちょっとずつね掘り下げていこうというふうに思います。で実例の転換っていうところで、アメフトで行った結果っていうのを他の職業を、まあ、この中で僕が調べてみてってたらバイオリニストとかオペレーターとか庭師とかっていうね、まあなんか若干浮世離れした職業な感じはするんですけどにも当てはめて、バイオリンを弾く練習とかね、それから庭でなんだろうな、その換気とかを切る練習とかっていうのをめちゃくちゃ行わせた結果、実践経験でいきなりなんかコンサートに出るとか、どっかの家にぶち込んでお前切ってこいってやるよりも上達スピードが速かったっていう結果になったんですよ。で、これらのことから結論、達人と素人の違いっていうのは、特定の専門分野で上達するために考え抜いた努力をどれだけ行ったかの違いがあるということなんですね。練習量だけこなせば上手くなるっていうものでもなくって、むしろ具体的になった練習をこなしたからこそ、誰よりも上達のスピードが速くなったっていうことが言えているということです。で、究極の鍛錬の条件なんですけれども、まあ、ここからちょっと掘り下げなんですが、なんかちょっとね、5番目意味わからないですね。あまり面白くないですね。ここちょっと修正しましょうか。あまり、はい、面白くない。こんなん前代未聞でしょ、ね。こんな中途半端なことやってていいのかっていうことなんですけど。まあ、5つあって、で、1つ目ですね。実績向上のための特別な方法が取られているっていうことですね。はい。何かっていうと、業績を上げるのに改善が必要な要素っていうのを限定的に抜き出して取り組むことが求められるということなんですよ。例えばなんですけど、営業をされている方がいたとしたら、営業成績が上がらないのであれば、スピーチ、要はこちらからの売り込みっていう部分と、もしくはヒアリング、お客さんのニーズを引き出していくっていう、どちらかに絞ってその力を磨き上げていくということです。だから、どっちも得意っていう人だったらいいかもしれないんですけど、どっちかしかできませんっていう人とかだったら、とにかく聞くことに徹するとか、とにかくもうなんかお客さんがグーの音も出ないくらい素晴らしいデモンストレーションを行うとかっていう、そういう力を養っていきましょうっていうことですね。それから何度も何度も繰り返すこと。自分の課題が明確になりました。そしてその課題をクリアするために克服する、手段っていうのもこうやりましょうということを決めました。そしたらそれを何回も繰り返すということですね。体が自然と動くようになるまで数を繰り返すことで改善を行っていきましょうと。例えばプレゼンがうまくいかないのであれば、原稿をもう何十何百回というふうに読み込んで、もうなんか空で覚えてしまって、手振り、身振りもつけて、自然と体が動くような状態にしていくということです。そして、結果へのフィードバックっていうのは継続的にある環境を作りましょうということです。常に自分の何が悪いのか、そして何を伸ばせばいいのかっていう、これが明確になっているからこそ上達するわけなんですね。ここが曖昧で、どこが悪いんだろうな、どこがいいんだろうなっていうのがわからないまま、同じことを繰り返しちゃうと、結局は能力も上がらないままですってなる。だから常に上司や同僚からどうすればよいのかっていう第三者目線を受け取るためにも、自ら学びに行くっていう姿勢が重要だということです。そして精神的辛さに耐えることができるかっていうところですね。これは当然同じことを繰り返しますし、その人からのフィードバックってやっぱ結構辛いものなので、集中力が言うことなんですよ。何時間も連続で行うことは辛いのはわかりますが、そういった辛さを喜んで受け入れて、成長する実感を、まあ、喜び、成長する実感、あ、ごめんなさい、成長実感する喜びを覚えることができるかどうかっていうのを、
まあ、身につけていく重要性があるというところですね。そして最後、あまり面白くないということなんですけど、まあ、何度も同じことを繰り返すんでね、だんだん飽きてくるんですよね。そりゃそうだっていう話 で、そういった面白くない時間も過ごしながら研修を積んでいくことができるかどうかっていうのが、まあ、究極の鍛錬をしていくための条件だっていうことなんですね。で、ここで勘違いしてほしくないっていうのは、先にも話してはいるんですけど、練習時間さえ増やせばなんとかなるっていうのは、これは罰です。ある一定条件を満たす具体的な場面の問題をクリア、解決していくために具体的な改善策を持って練習を繰り返すことっていうのが重要です。例えば野球のバットなんか、野球のまあ打撃の練習なんかでいくと、ただ素振りするだけじゃ意味ないですよね。どんな球が投げられるのかっていうのを想定して、ストレートならこうとか、カーブならこうとか、チェンジアップならこうみたいな感じで振り方を変えるっていうことが大事です。で、一見旗から見ればなんか同じように素振りをしているように見えるかもしれないんですけど、本人にとっては中身が全然異なる分、当然実践でのヒット率っていうのは変わってくるわけなんですね。だから皆さん自身が今ぶち当たっている何か課題とか問題があるとすれば、それの考えうるなぜうまくいかないのかっていう具体的場面状況を浮かべて、そしてそれを繰り返クリアしていくための具体的課題策解決策っていうのをきちんと用意して練習に励んでいっていただけたらというふうに思います。もしご相談があればね、あの DM なり YouTube のコメントなりに書いていただけるといいかなというふうに思います。ということで本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。